ネイラです。ひめかです。ピンク、マテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は私たちの筆箱の中身紹介です。イエーイ。じゃあまずひめかから紹介していきたいと思います。せーの、どうぞ。じゃあ私の筆箱はこれです。スピンズです。アリアが買ってくれました。はい、じゃあ中身ですね。まずは定規です。なんかこの定規ですね、めっちゃなんか便利なんですよね。単位総研表みたいなのがついてて、もう使ったことないんですけど便利らしいです。次シャーペンですね。見た目が透明だったので中身シンプルにしたいなと思ってこれ1本にしました。次赤いペンです。これは友達がくれました。次名前ペンです。これはね、教科書に名前書いたりする時のペンです。次消しゴム。消しゴムは紹介しようと思ったら消しゴムなんかなくなってたんで新しいの持ってきました。ディズニーのやつですね。次のり。この水のりはめっちゃお気に入りなんです。チェリーかわいいでしょ。なんかねこれね、アリアに今時水のり使う人いるのって言われたけどめっちゃこれ今時でしょって思いました。これは水のり200円プラス税って書いてありますホッチキスです。ピンクでね、可愛いの、ちっちゃくてこのぐらい。めっちゃ中身少ない。もうちょっと、はい、私は結構ね中身めっちゃ少なくしてるんですけど使いやすいです。はい、私の筆箱の中身は以上です。次はレイラちゃん。はい、紹介します。こっちは学校に持ってってる筆箱で、こっちはお家で使ってる筆箱です。まずはこっちから紹介します。これはお友達とおソロで買った筆箱です。まずはこちらは消しゴムちっちゃくなっちゃって新しく買いました。黒の消しゴムです。鉛筆です。ユニコーンの鉛筆です。新しく買った長い鉛筆です。かわいい。はい、じゃあピンクでシンプルの鉛筆です。なんか上の方なんか書いてない？名前レイナって書いてある。かわいい。名前書かないとなんか落とした時とかに取れるわけじゃないけどなんか言われるから。そうなの？はい、厳しい。こちらもユニコーンの鉛筆です。はい、これも長い鉛筆です。はい、これはなんかキャップついてないの？これ長くて入らないです。なのでキャップはなしで使ってますこれもユニコーン。ユニコーンが多め。ここの上になんかキラキラしたのがついてて可愛いです。可愛い。はい、こちらもユニコーンの鉛筆です。筆箱の中身まで色統一してるのがすごいこちらは私が大好きなキャラクターの定規です。これキュアベアって言ってお母さんに教えてもらいました。最後はお顔鉛筆です。かわいい。はい、懐かしい、ね、以上です。こちらはお家で使っている筆箱です。まずはこれです。これもキュアベアなんですけどシャーペンです。こうやってやると出てくるフリシャーペン。シャーペンです。でこちらはお友達とおソロで買ったピンク色のボールペンです。かわいい。無水晶めっちゃかわいい。いい感じです。次はこちらのボールペンです。これこう開けると色を変えれるっていうか、詰め替えれる。はい、詰め替えれるやつです。すごい。今は黒、赤、青を入れてます。次にこちらのシャーペンです。はい、でこれはずっととんがったまま使えるシャーペンですごく便利です。次に写真かな、 0.5 と 0.3 です。で次は、あ、知ってる。じゃあミニオンのキャラクターかな、ユニコーンです。これ両サイドで2色使えるらしい。こっち紫でこっちオレンジ。すごい、かわいいし。ミニまで買いました。これは修正テープです。こっちが修正テープ、こっちはテープのりです。こちらはすごい書きやすいんですよ。サラサって書いてあります。あ、サラサ有名だね。サラサラって書けるやつです。こちらは定規です。なんかクマさんがここにあるので可愛いなと思って買いました。可愛い。最後にこちら水のりです。でかい、可愛い。今時って言われるよ、アリアに今時水のりいるみたいな。逆にね、アリアちょっと遅れてる、スティックのり遅れてるのかなみたいな。はいやめて以上です。あ、終わり。今紹介したものたちで私たちのお気に入りを紹介したいと思います。私のお気に入りはこのチェリーの水のりです。これ本当は友達のタンプレに買ったんですけど、タンプレ変えてこれ可愛くて使いたかったから自分のにしましたいっぱいね文房具で揃えてたのにやめたんです、はい、レイラちゃん。私はこれ
のシャーペンです。ケアベアがすごい好きなので、色合いもピンクと青で可愛いなって思ってお気に入りに選びました。可愛い。じゃあ姫香がレイラちゃんの中身で気になったものと、レイラちゃんが姫香の筆箱の中身で気になったものを紹介していきたいと思います。じゃあ私がレイラちゃんの筆箱の中身で気になったものはこちらです。なんか可愛いって思ったけど、水のりって聞いた時になんかデカって思って開けてもいい？はい。なんか回ったあ、可愛い。あ、いい匂いするし、牛乳バッグになっててめっちゃ可愛いです。あ、違うわ。あ、待って、なんか飛べないけどえ、可愛い。なんかね、文房具こうやって可愛い人最近いっぱいいるんですよ。最近ってかみんなそうだよね、最近。可愛い。はいはい、私がゆめかの筆箱の中身で気になったものはこちらです。ホチキスって聞いてすごくちっちゃで、色もピンクだから可愛いなって思いました。パステルカラーが好きなんですね。はい。ふみこまでなんか嬉しくなっちゃったけどはい、私たちの筆箱の中身どうでしたか？リエラちゃんの筆箱の中身めっちゃ全部可愛くてちょっと私やばっと思っちゃいましたすごい中学生みたいな、小学生の筆箱の中身って思えないぐらいシャーペンとかが揃ってて可愛かったです。ひめこちゃんのなんか意外だなって思いました。本当に必要最低限のものしか入ってなかったから、シンプルなの、シンプルで意外だなって思いました。参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。